おばあさんと言ったら、おばあさんは年取って聞こえるからおばあちゃんと言いなさいと僕を叱ったおばあちゃん、あの頃はいつも喧嘩ばかりしていたけど今頃になってあなたのことがとても懐かしい。僕の友達からは鬼ババアと呼ばれ、近所の人からは物知りばあさんと一目置かれ敬遠され、きっと寂しかったんだろうな。あなたはとても鳴き声の良いカナリアを一羽飼っていて、その鳥が自慢だったよね。餌を取り替えてやろうとカゴに手を入れると狂ったように指をつつきにくるひどく気の強いカナリアさ。まるであなたにそっくりだった。いつだって気を張って生きていなければ自分に負けてしまいそうで怖かった。あなたの旦那さんは僕が生まれる前にもういなくて、ずっと長い間女一人で生きてきたんだものね。一度だけあなたの口から聞いた僕のおじいちゃんはいわゆる自由人というタイプの人で、あちこちに女の人も結構粋な人だったみたいだな。そんな人と共に生きてきた後だから、きっと別の人とはなかなか物足りなかったんだろう。おじいちゃんは花がとても好きな人でね、晴れた日の田舎道を一緒に歩いていても、綺麗な花を見つけるともうすぐ立ち止まっちゃってた。本当に嬉しそうに見ていたよ。そう、いつか僕をあなたの膝に抱えて話してくれたのをちゃんと覚えている。午後の暖かい日の差す縁側でだよ。あなたが体を壊してほとんどベッドに寝たきりになった頃のこと、ある夏のとても暑い日、昼ご飯を運んでいった僕の手を取ってトンボが見たいと言ったこと覚えてますか？なんだか僕は子供心にドキッとして、あなたの目の中をまじまじと見てしまった。廊下の大きな一枚ガラスから入ってくる光があなたの顔の上でチラチラ踊っていて、僕にはあの時ほどあなたが弱々しく見えたことがなかった。僕はそのまま夢中で外に飛び出して、草原の外れにある池で塩辛トンボを取ろうと走り回った。あの後僕はトンボを取ってあなたに見せたのかどうか今ではもう全然覚えてないけど、ただ池の周りを飛ぶ2匹の塩辛トンボと遠くでゆっくりゆっくり揺れていた3本の木のことを覚えている。遠い夏のことだよ。夢中でトンボを追いかけ回しながら、僕は涙が出てきて出てきてしょうがなかったんだ。あなたが急に遠くに行ってしまうようで怖かった。あなたと僕は本当に喧嘩ばかりして、いろんな家庭内問題を起こしたよね。僕にはなんであなたがあんなにいつもピリピリしていなければならないのかわからなかった。でも今になって僕にはあの頃のあなたの気持ちがわかる。あなたの優雅さも愛おしさもわかる。運命に対する歯がゆさも冷たい寂しさもわかる。届かないものへの悲しみも方向が定まらない怒りもわかる。トンボが見たいとただそう言えばよかったんだ。ねえおばあちゃん、気持ちは説明なんかできない。気持ちは歌う他にないんだ。